コミッサールは、ロシア語で、政治官僚や行政官僚の両方に用いられる語。この肩書きは、ソビエト連邦やピョートル一世時代からのロシアで、用いられている。ブレストリトフスクにおける、独ソ軍事行進における黒川ジャンパーのロシア人、政治昇降コミッサールは、地域の行政代表のために、ロシア臨時政府時代に用いられたが、コミッサールという用語は、閣僚や、 軍の政治昇降のために、ロシア内戦時代に多数のチェーカーや、ボリシェビキやソビエト政府軍の軍事部門に関係している。人民委員は人民委員会議で働く公務員であった。この肩書は最初ロシアソビエト連邦社会主義共和国で用いられ、ロシア内戦で多くのソビエトやボリシェビキが支配する国で真似された。人民委員が率いる政府部門は、 人民委員部と呼ばれた。人民委員や人民委員部はソビエト連邦最高会議の法令により大臣や省に改名した。政治将校は部隊の司令官と同等の地位と権威を有する司令部の高級機関であった。政治将校は共産党による軍の動機づけを支配し改善するために設立された。1917年からその前の臨時政府のように ボリシェビッキは中誠を怪しむ経験豊かな将校を当てにした。レフトロツキーは問題解決について要約した。我々は軍の専門家を得てその左右に政治将校を置くのだ。政治将校を用いる初期の段階では司令官と政治将校双方でどちらが優先するかという軍事上の秩序は問題にならなかったかもしれない。多くの下級政治将校は 司令官級の将校と同じ軍事教練は決して受けなかった。コミッサールになるに先立ち該当者は最低3年間は共産党員として登録されなければならず特定の政治機関に参加しなければならずその多くは軍事優先の訓練を決して受けなかった。部隊に2人の司令官がいるという1941年に遭遇した問題に続いて コミッサールなどの政治将校は直接の指揮系統から排除された。その際政治将校はさらに直接的に動機づけや規制を基本とした目的を持つものとされた。政治将校の分類も政治問題担当副長の形式に変更された。コミッサール自体の特定の地位はコミッサールが類似の司令官と軍事評議会を形成する連帯や方面軍でのみ存続した。 戦時委員と訳すボエンコムは軍事委員会の代表である。1930年代後半まで内務、人民委員部のミリツィアや国内軍には特定の階級がなく、代わりに様々な階級が用いられた。1935年、ミリツィアは標準的な階級と地位を合わせた特別な階級制度を創設し、ミリツィア型の監督官や、 理事の立場の最高級商工用のコミッサール型階級があったが、階級構成における新たに創設された内務人民委員部国家安全総局でこの制度は広く再利用された。1943年からミリツヤはソ連地上軍に導入された新しい階級制度と起承に移行した。召喚の代わりに、たとえ軍でよく使う少々や中将。 大将の検証を用いたとしても最高級将校はミリツィアコミッサール3等、2等、1等を用いた。このコミッサールの階級は1975年に類似の将官に置き換えられた。学部もすぐに将官のいるコミッサール型の階級に置き換えられたが1945年に軍形式の階級と気象に移行した。 人民委員は、英語のコマセリーやフランス語のコミーサー、ドイツ語のコミーサールのように様々な言語の肩書きと関連がある。コマセリーという用語は、供給や装備とともに、軍への支給を担当する証拠を表すのに、イギリスやアメリカ軍で用いられた。フランス語の同様の用語は、アンシャンレジームやフランス革命の軍隊における少佐の階級と同等のものを表している。 このような役職は主観ではないが国王と国民議会それぞれの政治的権威に戻ったものである。ドイツの様々な歴史的な州は政府の領域を超えて責任を有する行政官数人のために国家弁務官である同等の肩書きを使っている。ありがとうございます。